サリーとチャーハンのセット。
よし、いただきます。よし、これ最後に、よいしょ、味がさめ、味がさめと高菜ご飯、よいしょ、よいしょ。でね、一応味がさめには4つの味変があって、これが揚げネギ、ごま、ニンニク、肉味噌の4つですね。香りが強いものを先に入れちゃうと味が変わりすぎちゃうんで、まあ、この順番で食べるのがベストだそうです。Thank you.